ガス点検強盗が相次いでいることを受け警察庁が注意を呼びかけています全国でガスや消防設備の点検を装った強盗事件などが昨日の時点で少なくとも15件起きていることが警察庁への取材でわかりました特に都内での被害が多く全国で最も多い9件となっていますついで神奈川で4件 大阪、千葉で1件ずつ確認されています。こうした状況を受け、警察庁は在宅時であっても家の施錠を徹底するなどの注意を呼びかけています。そのほか、点検の訪問があった場合は、ガス会社などに連絡して確認するほか、不審な点がある場合は躊躇なく百当番通報してほしいとしています。